赤星ゴマダラは、蝶木、縦波蝶科に属する蝶の一種。東アジアの広域分布種で、反門は近縁のゴマダラ蝶によく似いるが、和名が示す通り、孔子の外縁に鮮やかな赤い反門が出現することで区別される。縦波蝶としては、緩やかな飛翔で、反門も行動様式も、独蝶のマダラ蝶類に擬態していると考えられる。日本では、異乳個体群である。 名義タイプは種が特定外来生物に指定されている。本種は関東産の標本に基づいて輪廻により命名された。あらゆる町の中で最も古く命名された種類の一つである。日本国外ではベトナム北部から中国、台湾、朝鮮半島まで分布する。韓国では南端のチェジュ島にまで分布する。中国や韓国では里山的環境から 都市部にまで広く分布する普通種である。分布の末端である、奄美群島、台湾の個体群は一見して、他の地域の個体とは反問が異なり、それぞれ別亜種に分類される。これらに、朝鮮半島産も含めた特徴として、低温期に発生する成虫の羽が白くならないことが挙げられる。赤星ゴマだら、日本には、もともと奄美大島とその周辺の島々だけに、 固有の亜種、H.A. シラティーシロズ、1955が分布する。沖縄からも古い記録があるが、その後絶滅したのか、多摩山であったのか、不明である。しかし1995年に埼玉県秋ヶ瀬公園などで突如として確認された。この埼玉での発生は一時的なもので終わったが、これに続く数年間には、神奈川県を中心とする関東地方南部でも本種が、 多数発生、定着するようになった。2006年には東京都内でも発生し、2010年以降には関東地方北部や山梨県、静岡県、福島県、さらには愛知県、京都府や伊豆大島からも記録され、分布の拡大が続いている。極端な例としては富士山山頂で本州が撮影されている。埼玉県中西部の住宅街で、 この関東を中心に拡散している個体群は、その外見上の特徴から、中国大陸産の名義タイプアシュ、HA アシメリスに由来と推定されている。自然の分布域から飛び離れていることや、突如出現したことなどから、超マニアによる人為的なっぱな視聴の可能性が高いと言われている。気候風土が公的であったために急激に個体数が増加したと考えられており、 市街地の公園などの人工的な環境に適応しているので、今後も分布が拡大していくだろう。このように典型的な外来生物であるために、もともと類似環境に生息するゴマダラチョウと生態的に競合するのではないかという危惧もある。奄美群島での植樹は琉球エノキ。中国大陸や関東地方での植樹はエノキセルティス、シネンシス。幼虫で越冬する。 競技のヘスティナ族には、カキの3種類が含まれる。米沢隆博、長谷川正美、富士山町における赤星ゴマダラの記録、月刊虫538号、17から18号、2015年。滝安彦財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡者、2008年4月21日。 ISBN 978から4から582542417ありがとうございます。